こんにちは。スピリチュアルカウンセラーのキコです。今日もいただいたお悩みにお答えしていこうと思います。それではご質問をご紹介します。質問があります。キコさんと出会ってさまざまな深掘りをしています。それによって出てきた答えも数多くあります。ありがとうございます。私の自分軸は自分軸イコールプライドイコール境界線であり、私以外の人にそれぞれの位置で境界線を引いています。私にとってこの境界線に踏み込まれた時は関係を断つことを意味することなので、リアルの友人、知人、同僚にはなかなかそんな人いません。そうなる前に私が距離を置きますし、ただ霊能力者やいわゆるスピリチュアル能力を持った方々とははっきりと合う合わないが出てくるんです。波動が違うのだろうと思いますが、やはりスピリチュアルに生きていない知人よりも高く大きく強い波動なので、私の波動とぶつかりやすいということなのでしょうか。また好きで観覧していた能力者でもある日ズレが生じて完全に違うと思って立つという人も少なくありません。リアルではこんなことめったにないのですが、波動の違い、ズレが分かりやすい、感じやすいということでしょうか。それとも単にリアルでないネットでしかつながりがないので、自己意識が相手に対してお粗末なのでしょうか、ということです。これはですね、そのズレを感じるパターン、それぞれによって、答えが違うので、この方がどんな時にどんなズレを感じているのかっていうのが分からないので、こういうパターンが多いですよっていうようなお答えにはなっちゃうんですけど、まず一つは、霊能者みんなではないんですが、スピリチュアルに生きている方、特に最近のこのスピリチュアルの界隈にいらっしゃる方ってやっぱり、どんどん変わっていく方が多いんですよね。これまで、昔のスピリチュアルの方っていうのは能力にフォーカスがあったんですけど、その能力としてこれができますっていうことが多かったんですけど、最近のスピリチュアルの傾向としては、少し引き寄せっていうものが流行ってましたけど、例えば、覚醒とか、その自分自身が変わる、ただその答えを教えてあげるだけじゃなくって、じゃあ覚醒の方法、こういうことしたら覚醒できますよとか、こういうことしたらアセンションできますよみたいな、そういったところをお伝えされる方って多いと思うんですよ。でご自身もやっぱり何かしらすごくこう一つ一つ壁を、乗り越えていって、こんな風に私進化してきましたみたいな、で今回もこういう気づきがあって、こういう風に私変わりましたっていう風に言われる方多いと思うんですね。なので実際その方自身もすごく大きく飛躍してたりとか、エネルギーがどんどん変わっているはずなんですよ。私自身も最近やっぱりすごく変わったので、もう見た目も違いますし、住むとこも変わったし、エネルギーも変わってるんで、これで合わないなって思う方が出てきてもしょうがないなっていうふうに私自身も思ってるんですけど、今もう地球の、エネルギーのこう動きがすごい早いんですね。一気に波動が変わるとかすごく多いんですよ。例えば同じ引き寄せって言っても、これが20年前30年前だったら引き寄せっていうのを意識し始めて結果が出るのが、20年30年とかかかるとか、そういったことでもそれが1年2年で出てしまったりとか、今までの10倍20倍の速度で、望みが叶うようになってきたりとか、現実化が早くなってきているんですよ。それはどうしてかっていうと、この地球自体の全体の波動が軽くなっていって、次元上昇が行われているから、昔よりもかなりスピード感が違うんですね。なのでこのスピリチュアリストって呼ばれる人たちはそれをすごく敏感に受けやすい方が多いし、人に言うだけじゃなくて自分も実践してるんであれば、かなり早くいろんなことが起こって、いろんな試練だとかお試しとか、そういった次のステージに行かなければっていうようなお知らせが来たりするはずなんですよね。なのでどん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 変わっていくんですよ。なのでどっちかっていうと、この発信しているようなスピリチュアリストさんは早い人が多いと思うので、会わなくなるのも早いはずなんですよ。あんなにいいと思ってたのに、なんでこんな変わっちゃったんだろうっていうふうに思うのは、やっぱり相手が変わっているからっていう可能性もありますし、もしくは視聴者さん側がすごく、大きな変化とかがあった時に、今までいいと思っていた人をいいと思えなくなったりするんですよね。なのでお相手の能力者さん、スピリチュアリストさんが変わったわけじゃなくて、視聴者
者さん自身が変わっていることっていうのもあるんですよ。で今とにかく変化が早いので、どちらもあり得るんですよね。でスピリチュアリストさんもたくさん出てきていて、昔はそのなんか YouTube でこんな風に出てなかった時って結構まあ有名な人ってこう一点集中みたいな感じだったんですよね。例えば細木和子さんとか、江原さんとか この人今はっていう感じだったんですけど、今そういう一人っていう人がいなくって、もうそれぞれがそれぞれで私はこの人が好きみたいな感じで見ていくじゃないですか。なのでたくさん選択肢があるんですよね。なのでこれからはもうこの人に一生ついてきますっていう風じゃなくて、今はこの人で自分が変わって合わなくなったから次はこの人っていう感じでどんどんこう選んでいけるんですよ。でそういう風になってきているので、選択肢もいっぱいあるからこそ合う合わないっていうのを感じやすいっていうのもあるんですよ。選択肢がない時は、なんかちょっとずれてきてても気づきにくいんですね。だけど2人いたらこっちの人と合うのにこっちの人とは合わないってことはこの人と合わなくなったんだっていうのが分かりやすいじゃないですか。でも1つしか対象がなかったら、なんか最近疲れてるのかなとか、なんか最近 YouTube の動画見るのがしんどいなみたいな感じで終わっちゃうはずなんですね。だからまず、変わるのがみんな早くなってきている、お互いにね、見る人も発信する人も変わるのが早くなってきているっていうことと、あとは選択肢がいっぱいあるので自分のズレに気づきやすいっていうことがあります。特にね、そのスピリチュアリストさんとかって、結構エネルギーが強かったり波動強い方が多いので、その普通の日常生活の人間関係の中で合わないと思うよりも分かりやすいかもしれないですね。であとはもしかしたらこのご相談者さんが普段の日常で、その境界線をしっかり引いてるっていうことだったんで、あんまり深いところを見せてなかったり、逆に相手も深いところを見せてない、なので深いところでつながってない、魂のつながりじゃなくって表面的なつながりだから、そんなに大きく合う合わないっていうのが出てこないっていうこともあり得るんですよね。やっぱ深くつながればつながるほどちょっとしたズレが感じやすくなるので、そういう意味でリアルではそんなに感じないけど、こういう風に YouTube とかネットでは感じるっていう可能性はあると思います。なんで自己意識が相手に対してお粗末っていうよりかは、逆に敏感に感じ取ってる可能性もありますし、リアルで会ってる人の場合、例えば波動というかそのエネルギーでちょっと違和感を感じてたとしても、いやいやでも別にこの人が言ってることいつもと変わってないしなとか、この人別に何も悪いことしてないのになんで私こんなにちょっと嫌な感じがするんだろうっていう風に、事実目の前のこの人っていうのを実際喋ったりとか見た目とかで、いやいや気のせいだよって自分の違和感を消しちゃうこととかもあるんですよね。だからそういう意味で言うと、こうやって YouTube 越しにお話を聞いてるっていう立場だと、この人いつもと同じはずなのになんか私がおかしいのかなってならないので、明らかに違うなっていうのがやっぱり一方通行だからこそ分かることもあるんですよね。惑わされる情報がないっていうか、だから感じやすいっていうのもあるかもしれないです。いずれにせよ合わないなって思ったら、その一時的にそのタイミングはその人の発信が合わなくなってるだけかもしれないですし、もう自分が変わっている、もしくは相手が変わって違うステージに行ったから合わないとか、成長段階として今のステージはこの人の発信が必要なんだけど、次のステージに行ったら今度この人の発信が必要っていう風なことは当たり前に起こってくるんですね。なので私もやっぱりその自分がこうやってしてきたこの成長の段階の中で、私は例えばこの辺の人に伝えたいっていう風に発信してるんで、逆にこの辺の人たちと合わないなとか、この辺の人たちと合わないなっていうのは意識して私も発信をしてるんですね。でおそらくなんですけど、他の YouTuber さんたちもそういう風に発信されてる方多いと思うので、今の自分に合わないなって思ったら全然変えてもらっていいんですよ。自分か相手が変わってるっていうことなので、そうやって合わないなって思うことを全然悪いことって思わなくていいので、せっかくこうやってね選択肢がいっぱいあって、もう軽くこう乗り換えていくことができるので、ぜひねそうやっていい感じに、せっかくなんでこう別に YouTube ってわざわざこう入会して見せてくださいみたいなものでもないし、メンバーになってよろしくお願いしますっていうものでもないし、会費を払って1年間はやめられないみたいなものでもないと思うので、もう変えたければ別に見なくていいし、違う人にいつでも行けるの で両方見ることだってできるし、また戻ってくることもできるんですよね。すっごくいいツールだと思うので、ぜひぜひ自分の都合のいいようにね使っていただいて、自分の波動がしっくりくる、自分のエネルギーがしっくりくる人の情報っていうのが
やっぱり自分が今必要としている情報なはずなので、上手に使っていってください。はい、ということで今日のお話はここまでにしたいと思います。この動画が少しでも参考になったよとか面白かったよっていう方はチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。キコでした。